さあ、バレーボールネーションズリーグ日本の2戦目、今日はセルビア相手に、はい、さんストレート勝ちと、よかったですね、いうことになりました。はい、はい、おめでとうございます。今日は元日本代表青山茂さんの解説でお送りをしていきましたが、どうでした、試合振り返ってみて。そうですね、はい、やっぱりサーブも少し走ってましたし、はい、なんて言ってもやっぱりディグからのつなぎが良かったですね。はい、はい、初戦のアルゼンチン戦から今日はリベロが小川になって、はい、それからアウトサイドヒッターで大塚も出てという中で、はい、メンバーも少し変わってきましたが、 そうですね、その選手たちの活躍ぶりというのは、やっぱり小川、本当に相手のスパイクのコースを読む力っていうのはありますので、はい、やっぱりいい動きしてましたね。特にサーブレシーブもやっぱりしっかり返球できてましたね、はい、セルビアとの差ってどのあたりでした。やっぱりセルビアが今日はその対日本戦に対しては結構ミスが多いんですよね、うん、でサーブミス、スパイクミス、やっぱサーブレシーブのミスっていうのもあったので、やっぱりそのミスがすごく目立ったなっていう感じがしましたね、はい、その中でこれ一人に選ぶの難しいかもしれませんが、今日日本で一番印象に残った選手どなたでした。小川ですね。小川、あー、はい、やっぱり、僕もやっぱりそのディフェンスを主としてやってきたものなので、はい、やっぱりどうしてもやっぱりそういうところに目がいっちゃうんですけれども、はい、やっぱり小川の動き、やっぱりフェイントを何度もやっぱりパンケーキで拾ってあげたりとか、強打レシーブもそうですし、サーブレシーブもやっぱり動きで周りとのこうちょっとずつこう話し合いをしているところも見えましたし、はい、やっぱりそういうところがやっぱり彼のいいところですね。山本もすごいですけど、山本も喋りますね。小川もすごい、はい、友博、ダブル友博すごいですね、日本のリベロ。はい、いいんですよ。でもつなぎがやっぱり日本強いってことを考えると、もうまさにリベロが根幹なわけですよね。そうですね、はい、いやー素晴らしい活躍でした。2連勝ですが、次はキューバです。はい、はい、やっぱりブラジルを倒してますね、はい、そうなんです、はい、ドイツも倒してます、はい、なのでやっぱり強敵なので、やっぱり油断をしないことですね。ブラジル開催でブラジルを倒して、はい、ドイツもオリンピック決まってますので、オリンピック決めてる2チーム相手にキューバ連勝できてるんですよね。そうなんですよ。なのでちょっと日本もオリンピック決まってるので、はい、足元救われないようにやっぱりしっかり戦っていきたいですね。ちょっとどういう選手が出るのかまだまだわからないところは当然あるんですけれども、はい、試合の見どころというのはどこになりそうですか、キューバ戦は。やっぱり多分ビッグサーバーいると思いますし、はい、やっぱり高さもありますので、やっぱりブロックとディグの関係性をしっかりする、また今継続するということと、はい、やっぱりサーブで相手を崩して、うん、やっぱりそれをやっぱり、崩す、得点を取るっていうところで、はい、やっぱり日本らしいプレーを期待したいですね。日本で、これまたちょっと選ぶの難しいかもしれないんですけど、そのキューバ戦誰に注目したいですか。カイ来ましたね。やっぱり大学生のカイ、はい、やっぱり彼がどこまで爆発するかによって、やっぱりチームの力っていうのは変わってくるんじゃないですかね。 1,2、はい、戦目見ていて、もちろん攻撃面に特徴のある選手ですから、そこはもちろんなんですけど、サーブレシーブとかディフェンス面含めて、その頑張りどうでした。そうですね、ひょうひょうとやるプレーが僕好きですね、はい、はい、なんかこういし、もちろん周りも一生懸命やってる、彼らに一生懸命やってるんですけど、はいはいはい、なんかこうさらっとこう爽やかにこうプレーをこなすっていうところがやっぱり魅力ですね。あれだけサーブレシーブ攻められると嫌な気持ちになってしまうところもあるんじゃないかって勝手に思うんですけど、はいはい、にこやかですよね、海選手はね、はい、すごい爽やかにプレーしてますね。そういうところにやっぱり注目してもらいたいですね。キューバ戦ぜひ20歳の2メートルのアウトサイドヒッター海選手にご注目いただきたいと思います。次の試合、キューバ戦、日本の戦いもぜひご覧ください。青山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。